はい、講談師の神田山緑でございまして、なんとここはうちの母校敬愛大学に来ているわけでございます。なんで山緑がここに来ているかというと、実は学園祭の芸能人ゲストとして頼まれたからなんですけれどもね、今回はもう大変ですよ。コロナの影響で学園祭ができないからオンラインでやっていこうというようなところでございます。そこで神田山緑がどういう風にオンラインで学園祭を盛り上げていくか、今日お楽しみいただければと思います。卒業生の神田山緑です。よろしくお願いします。で、この、いや、卒業生だろ、で、二人、田辺亮天です。田辺亮天と申します。よろしくお願いいたします。で、一流祭帝なんて言います。一流祭帝なんでございます。お願いいたします。今回がまあ初めてのオンラインでの、はい、ということで、まあ、授業もですね、4月から急遽、オンライン授業ということで学生も対応しておったわけなんですけども、まあ、何分私たちもちょっと初めてのことだらけでですね、どのように対応したらいいかということをですね、まあ、考えながらもう綱渡りでやっているような状況が、今現在も続いておりまして、で今回この面白いものを聞きとして、ありがとうございます。はい。一回あれですかね、どんな現場かっていうのは、それはちょっと見たいですね。そうですよね。はい。はい、少し行ってみたら。はい。これ懐かしいね。地味でしょ、この感じがね。これをよくね、行ってたんですよ、私は。この子の国に行ってね、行ったりして。もう納期になってしまいましたけれどもね、これ私が4年間やってたボクシング部のところの部室で、ここにちょうどリングがあって、で、汗かいてたんですよね。で、ランニング走りに行けって言ったら、もうここからバーって走っていって、ここら中の周りを行ったんですけれども、もう跡形もなくなってしまいました。もうとても残念です。
お願いします。はい、じゃあ行きましょう。汗かいてます。あ、下に用意されてる。お願いします。あ、じゃあ行きましょうか。じゃあ行きます。お願いします。こっち、はい、はいはいはい、ごめんね、お待たせしちゃった。結構スタッフがいるんだけど。無事に終えまして、もううちの学生が可愛い、もう本当にね、一生懸命こうやってくれたおかげで大いにこのオンラインの学園祭盛り上がったことと思うんですけれども、まあ、その収録で講談のパートを面白くやっていきましたけれどもね、ここにおります場所ですが、ここに書いております、長瀞正治先生の像と書かれておりますが、まあ、この方がもう偉大なる先生でございましてね、この敬愛大学を作った方でございます。その前でこういうふうに最後のね、締めをやってるというようなところでございますけれども、その中でも敬天愛人というものがとても大切なんだというようなところをお伝えをして、学生の皆様がその文化祭の様子を見ていただいて、もっとこの大学のことを好きになっていただければ嬉しいなというところです。私も卒業生として誇りに持っている大学でございますので、これから何かありましたらまた大学と関わっていきたいと思っております。本日はうちの学生が本当頑張ってくれまして、またうちの後輩たちも頑張ってくれましたので、無事に終えることができました。どうもありがとうございました。